ただいま議長のお許しをいただきましたので、私からは災害弱者対応についてご質問させていただきます。今から93年前、1923年大正12年9月1日ちょうどお昼の時間帯11時58分に発生をいたしましたマグニチュード 7.9、 10万5千人余が死亡あるいは行方不明になったとされる、あの関東大震災を忘れることなく災害に備えようと1960年に閣議決定で制定されたのが9月1日の防災の日であります。また最近では東日本大震災、熊本地震を経験し、今一度地域防災について考えるべき日でもありました。本市では8月28日に防災意識の高揚と知識・技術の向上を図ることを目的に森山地震災害総合訓練が実施されたところであります。本年は新しい取り組みとしてハグ訓練、ディグ訓練、防災クロスロード訓練など、あまり聞き慣れない市民参加型訓練が実施をされたところであります。ゲーム感覚で避難所の運営を模擬体験したり、災害時を想定した演習など、いつ起こるかわからない災害を危機感を持って真剣に取り組まれている様子を目の当たりにして、まずは自分で守る自助、次に地域で守る共助、そして行政が支える公助、自助、共助、公助を改めて考える機会を得た次第であります。それでは質問1つ目、災害弱者支援について当市は災害から身を守るため安全な場所に避難する等の一連の防災に行動を取る際に支援を必要とする人々を災害時要援護者と位置づけております自治会に要援護者の登録を求めるものの思うように進んでいないのが現状です。地域で災害弱者の情報を共有し、住民の役割分担を明確にしておくことが重要で、緊急時の対策は平時に万全を図らなくてはならないと考えます。東日本大震災では高齢者と災害弱者の避難を手伝って津波被害に遭った人もいると聞きます。災害弱者をどう社会で守るか、これは大きな課題であると考えます。災害弱者対応は防災計画の重点の一つでもあり、地域においては民生委員やホームヘルパーと協力体制のもと、プライバシーに配慮しながら日頃からこうした方々の状況を把握し、災害時には身近なところで避難誘導にも当たる自主防災組織の活動や救援活動における生活支援や手話通訳などの多様なニーズに対しては行政のみでは対応できないケースもあります。災害時における住民活動が大きな力として期待されると考えております。こうしたことから市と地域関係団体が連絡会議を設置し、密接なネットワーク化を図るなど活動のための環境整備を進め、地域住民の方々と一体となって災害弱者の安全確保に努めるべきと考えますが、ご所見を伺います。次に福祉避難所について、先の東日本大震災の避難所を巡回された医療チームから、避難所生活が長期に及ぶ場合、特に福祉避難所が重要であると報告されております。また熊本地震では介護にあたる人員と物資の不足から専門のケアを提供する福祉避難所が開設できなくなるなど、災害弱者への対応が行き届かない問題が明らかになりました。一般的な避難所では生活に支障をきたす高齢者、心や身体に障害をお持ちの方、妊産婦、乳幼児、持病をお持ちの方などを二次的に受け入れる福祉避難所が必要であると考えますが、通常避難所に避難された方々のうち援護を要する方を誰がどのような判断でどこの施設に移すのか、その体制マニュアルは整備されているのか、その取り組みについてお伺いをします。次に、現在防災計画で示されている福祉避難所の対応施設数及び対応キャパはどれぐらいで、不足の対応として例えば公民館を活用することや
民間の宿泊施設との協定も視野に入れて取り組むことも必要であると思いますが、また福祉施設以外を活用する場合は保健師、看護師、医師などの配慮が必要となりますが、人的対応を含めてどのように考えておられるかお伺いします。次に福祉協定について、平成20年に厚生労働省が福祉避難所設置運営に関するガイドラインが出され、自治体と福祉施設の間で福祉協定を結ぶところが少しずつ増し、そして民間福祉施設を福祉避難所として活用させていただくためには、事前に市町村と事業者が協定を結んでおく必要があります。本市の現在の取り組み状況をお伺いします。以上4点、健康福祉部長にお伺いをいたします。次に DCAT について、健康福祉部理事にお伺いをいたします。先ほども述べましたように、熊本地震で高齢者からの体調不良や持病の悪化等の介護にあたる人員不足、物資不足から専門のケアを提供する福祉避難所が開設できなくなるなど、災害弱者への対応が行き届かない問題が明らかになり、福祉避難所が機能しないなどの課題が浮き彫りになったことを受け、各地で災害時に緊急かつ継続的な福祉支援を行う災害派遣福祉チーム DCAT を創設する動きが進んでおります。 DCAT とは、災害直後に救命活動をする医療チーム、 DMAT の福祉版、介護福祉士や社会福祉士らが避難所などに入り、要支援者が避難所での生活が可能かを判断したり、福祉ニーズの掘り起こしや精神的ケアを行ったりします。被災地域の福祉支援体制が整い、引き継ぎができるまでが活動の目安で、東日本大震災で長引く避難生活のストレスなどから、高齢者を中心に震災関連死が相次いだことを契機に、全国的に関心が高まっているものであります。今後こういったネットワークが必要と考えますが、ご所見を伺います。以下3点につきまして、危機管理局長にお伺いをいたします。1つ目、外国人対応について、新聞記事によりますと、年間1万人の観光客が訪れる日光市の隣、栃木市で外国人のための防災教室が開催されました。参加した留学生ら約30人に、多文化共生や防災の専門家が東日本大震災の写真やスライドを示しながら、簡単な日本語で災害時の状況を説明をしております。この防災教室は県国際交流協会が2015年度から始め、これまでに同市のほか大田原、宇都宮の両市でも開催をされております。自治体の防災マップに自宅と避難所にシールを貼って、避難ルートを確認したほか、会場にブルーシートを敷き、避難所生活を体験したり、食事をもらうために順番を守って並ぶことや、新聞紙やビニール袋でスリッパを作ることを学んだとのことです。参加者からは、避難所というものがあることを知らなかった、場所が分かってよかった、また昨年9月の豪雨を今まで体験したことがなく怖かったと振り返り、逃げる場所や方法を知っておかないといけないなど感想を述べておられます。同協会は震災後、多言語のメールマガジンで給水などの防災情報を即時で発信するようにしたり、避難所での注意事項やお知らせを9カ国ごと一目でわかるマーク、ピクトグラムで示した多言語シートも作成するなど、外国人対応を積極的に実施されております。本市は774名の外国人を抱えるし、今後インバウンド等も加わることも推測すれば、災害時の外国人の安全をどう守るかが課題となってきますが、その対策をお伺いします。次に、障害者対応について、市内には内部障害者といわれる機能障害をお持ちの方が平成27年度時点で700名おられます。
中でもオストメイトについて、人工肛門の方のパウチの交換頻度は3日から4日に1回、人工膀胱の方は1日から2日に1回と言われております。こういった障害者への配慮を優先してでもすべきと考えますが、過去の市長答弁で地域防災計画に基づき、災害用備蓄機材として身体障害者用仮設トイレ6台、オストメイト専用トイレ2台を整備行くとのことでしたが、現状とまた今後の計画数を示してください。最後に、ペット対応について、避難所でのペットの扱いについては、避難所を設営する各自治体、地域住民に委ねられています。積極的にマニュアルなどを作成して、ペットを受け入れる前提で避難所の準備をしている地域もあれば、全くそうでない地域もあるという状況です。今や子どもの数よりもペットの数の方が多い国であるペット大国日本では、家族同然で弱者相応と考えますが、一方で動物アレルギーを持っていたり、鳴き声や匂いを苦手とする方がいたりと、災害時、とりわけ避難所生活においては大きなトラブルの要因になりかねません。ペット問題は事前に検討すべき重要な課題と考えますが、ご所見をお伺いします。以上、よろしくお願いいたします。健康福祉部長。それでは長尾議員ご質問の1点目、本市の災害弱者支援についてお答えいたします。本市では近年の水害や東日本大震災を踏まえまして、災害弱者に対する支援を行うため2種類の名簿を整備しております。一つ目は、本市が避難行動要支援者と位置づけております一人暮らし高齢者や重度の障害者の方等の災害弱者すべてについて、各種台帳等からのデータから作成する避難行動要支援者名簿でございます。この名簿は災害時に地域や消防等災害防災関係に公開できるよう備えており、現在約8600名が搭載されております。2つ目は、平成25年1月から地域におけます避難支援体制づくりを目的として取り組んでおります森山市避難行動要支援者登録制度で、災害時に自力での避難が困難かつ日頃から地域での見守りが必要とご自身で判断された方から申請をいただき作成する避難行動要支援者登録名簿でございます。この名簿には現在約1700名が搭載されており、地域においては平常時からこの登録名簿を活用する中、民生委員、児童委員、福祉協力員、自治会、自主防災組織などを中心とした見守り活動や災害時に備えた避難体制づくりを避難支援体制づくりを進めていただいております。このような地域におけます災害弱者支援の取り組みがより一層進むよう、登録制度に関する出前講座の実施やユニバーサルデザインに配慮した避難訓練を通じて啓発と支援に取り組んでいるところでございます。議員仰せのとおり、これら災害弱者への支援につきましては、行政と地域住民、各福祉団体等が連携して取り組む必要があると認識しておりまして、本市では平成24年3月に自治連合会、民生委員児童委員協議会、障害者団体、消防防災機関等の代表で構成いたします森山市避難行動要支援者支援会議を設置し、避難行動要支援者支援対策マニュアルを策定する中、地域での避難支援体制づくりを推進しております。しかしながら、
避難行動要支援者数に対します避難行動要支援者登録制度への登録者数が少ないことは私といたしましても認識いたしておりまして本年度守山市避難行動要支援者登録制度の見直しに向けての検討を行っているところでございます。続きましてご質問2点目の福祉避難所についてでございます。守山市地域防災計画におけます標準的な避難手順といたしましては災害が起こったとき地域住民の方はまず地域で指定されております公園などの一時避難場所へ避難をされます。次に被災者の住宅に対する危険が予想される場合や住宅の損壊等により生活の場が失われた場合には小学校の体育館等に市が開設いたしますいわゆる一般の避難所に避難されます。その際医療的な処置等が必要な方につきましては医療機関へ身体の状況の悪化により緊急に入所療養等が必要な方は特別養護老人ホームなどの高齢者施設等へ移動されるケースもございます。次に一般の避難所での避難生活に一定配慮が必要となる妊産婦や乳幼児高齢者や障害の方々につきましては当該避難所に設置いたします福祉避難室に移っていただくことになります。さらに福祉避難室では対応ができない専門性の高い対応を必要とする方例えば日常生活全般にわたり介助が必要な方につきましては、市があらかじめ福祉避難所の指定に関する協定を締結しております市内の福祉施設に福祉避難所開設の要請を行いそちらに移動していただくこととしております。そこで議員ご質問の判断基準、体制、マニュアル等の整備についてでございますが本市では平成25年8月に守山市福祉避難所設置運営マニュアルを作成しており本マニュアルに沿って各福祉避難所におきましては食料の備蓄や発電機の確保といった環境面また災害時におけます人員体制等の整備を進めていただいているところでございます。本マニュアルにおきましては福祉避難所での支援を必要とする要支援者の判断を市職員等が行うこととしておりますが具体的には一定の判断基準のもと医療や福祉の専門的な知識を有する者が行うことが適当でありますことから福祉部局の職員を中心として判断すべきと考えております。また移送の判断基準につきましては平成28年4月に内閣府が策定いたしました福祉避難所の確保運営ガイドラインを参考に本市に即した詳細な基準づくりに取り組んでいるところでございます。次に福祉避難所の施設数及び収容人数についてでございますが現在高齢者施設2施設障害者施設4施設計6施設で受け入れ可能な人員数は73名でございます。この妥当性につきましては災害規模種類によってさらなる検証が必要ではございますが本市の避難行動要支援者数が約8600人であることまた避難行動要支援者登録者数が1700名であることそしてそのうち一部の方が福祉避難所を利用する必要があることを勘案しますと施設収容人員ともに現状では十分でないと考えております。熊本地震の際には大学施設等が自主的に福祉避難所の役割を担われた事例もございます。また本市のユニバーサルデザインの取り組みを長年ご指導いただいております大学教授からもご自身の災害現場施設も踏まえ必要物資等の供給さえあれば体育館等でも十分福祉避難所としての役割を果たすことができるとのご指導もいただいております。このことからこれまでの福祉施設に加え企業や学校等の保有されます体育館等を福祉避難所として指定できるよう協力を求め収容施設の確保による収容人員数の拡大を図ってまいります。なお福祉避難所におけます介助につきましてはまずは同行されるご家族による対応を第一とし
専門的な介助につきましては、福祉施設での福祉避難所では、福祉施設職員を中心として、またその他の福祉避難所では、専門的技能を持つボランティアや災害派遣福祉チームの活用が望まれることから、今後その受け入れ体制や本市のボランティアの在り方についても検討してまいります。次に、ご質問3点目の福祉避難所の指定に関する協定についてでございます。現在の締結数につきましては、先ほど申し上げましたとおりでございますが、さらなる福祉避難所の拡充に向け、さまざまな事業者に対し、協定書の締結を働きかけてまいります。以上、答弁とさせていただきます。健康福祉部理事。長尾議員ご質問の災害弱者への対応4点目、DCAT 災害派遣福祉チームについてお答えをいたします。本市で地震などの災害が発生し、避難所の開設が必要となった場合には、守山市地域防災計画に基づき、災害対策本部長である市長の指示を受け、健康福祉部が地域住民の皆様と共に避難所の運営を行うこととなっております。避難所の運営にあたり、特に高齢者や障害者、妊産婦、乳幼児など災害時における要援護者への対応につきましては、部内の保健師や相談員、手話通訳者などの専門職員の派遣等を行い、避難所において十分なケアが受けられているか、生活に支障がないかなど、お一人お一人の状況把握と必要な支援を行うこととなっております。災害発生時にまず最優先となるのが、被災者の生命と健康を守ることであり、特に大規模な災害が発生した時の初期対応では、一人でも多くの命を救うため専門的な訓練を受けた医療チーム、いわゆる DMAT 災害派遣医療チームが国等からの派遣要請に基づき活動をされます。本年4月に発生をいたしました熊本地震におきましては、県の要請により県内の3病院が DMAT 3体を派遣し、発災直後の4月16日から活動をされました。それに加えまして、健康医療活動の支援といたしまして、県や市の医師、保健師等の職員で編成をするチームの派遣や、日本赤十字滋賀県支部から赤十字救護班の派遣等が行われたところでございます。しかしながら、避難が長期化することにより、健康問題への対応に加えまして、人々の暮らし、生活を支える活動が必要となってまいります。特に高齢者や障害者などの災害弱者に対しましては、議員仰せのとおり、避難所生活での福祉ニーズの掘り起こしや精神的ケアは大変重要であり、福祉関係職員の支援が必至となってまいります。そうした中で、 DCAT 災害派遣福祉チームは、5年前の東日本大震災で高齢者を中心に避難所での日常的なケアが不足したことを受け、各都道府県単位で支援体制強化の取り組みが進められているところです。熊本県では平成24年に県内の高齢者及び障害者の福祉関係団体と熊本県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定を締結し、熊本 DCAT 事業として平成25年4月から取り組みを開始されたほか、愛知県や岐阜県におきましても DCAT が編成されています。滋賀県におきましては、現在県単位で DCAT の編成はされておりませんが、大規模な災害が発生した時の対応といたしましては、滋賀県介護福祉士会や滋賀県社会福祉士会、また事業所で構成をいたします滋賀県老人福祉施設協議会などと、避難所等への介護職員の派遣や
対象者への生活支援、介護支援等についての災害協定が平成25年度以降順次締結をされてきており、これらの締結に基づいた避難所での支援が受けられるようになっております。そうした中、滋賀県での DCAT 編成に向けた考えを担当する県の健康医療福祉部に確認をいたしましたところ、これまでの災害協定を発展させる中で DCAT の編成を含め災害時における避難所等の支援体制づくりについて今後検討していきたいとのことでございました。本市といたしましては県の動きに合わせまして、市内で高齢者や障害者の施設を運営する事業者や看護師、介護職の専門職の方々に DCAT への参画などを積極的に働きかけ、万一市の大規模災害時における応援要請に即時対応できる体制を県と一緒になって整えてまいります。以上、答弁といたします。危機管理局長。それでは長尾議員ご質問5点目、災害時の外国人の安全対策についてお答えいたします。本市では平成28年8月末現在774名の外国人登録者がおられ、さらに宿泊施設のインバウンド観光客なども加わることから、災害が発生した場合の外国人に対する安全対策については平素から常に危機意識を持って取り組んでいかなければならないと考えているところでございます。このことから議員ご案内のとおり、本市においても外国人支援の拠点となる市国際交流協会と連携を図り、東日本大震災以降外国人を対象とした防災学習会を実施し、災害時における外国人支援を行っております。昨年度の防災学習会では、外国人による震災体験の講演や防災食体験、消防署による救急訓練などを実施し、防災についての基礎知識や災害発生時における対処方法などを習得され、また本年度は防災ヘリを見学し、その役割や救助方法などを学んでいただきました。また避難所の説明や避難時の持参物、防災情報の収集などを分かりやすく記載された外国人のための防災ガイドポケット版を作成し、防災学習会などで配布し、訓練などへの参加を呼びかけるとともに周知徹底を図っているところです。今後も東京会や消防署と連携を図る中で、外国人らが集うイベント、国際交流の広場など機会を通じて自分の身を守る自助の取り組みを啓発するとともに、外国人の防災知識の普及や安全対策に努めてまいりたいと考えております。次にご質問6点目、障害者対応についてお答えいたします。議員仰せのとおり、避難所における身体障害者や内部障害者の方々への避難生活への配慮は必要と考えており、地域防災計画に基づき、障害者に必要な災害用備蓄資機材を整備することとしております。こうした中で、議員仰せの平成26年2月市議会の市長答弁のとおり、災害用備蓄資機材として、新庁舎用仮設トイレ6台、オストメイト専用トイレ2台を整備いたしました。これにより、新庁舎用仮設トイレは小中学校用に各1基、オストメイト専用トイレは森山小、早野小用に各1基をそれぞれ計画通り備蓄しております。なお、予測される不足分については、平成27年度から避難所としている各小中高等学校などに、新庁舎用仮設トイレも備えた災害用マンホールトイレの整備を計画的に進めております。最後にペット対応についてお答えいたします。避難所でのペットの扱いにつきましては、平成26年5月に策定いたしました避難所運営マニュアルにおいて、
避難所でのペット対策を規定しております。その中では動物アレルギーをお持ちの方や鳴き声、匂いなどの問題から原則として居住内での飼育は禁止とし、ペットの管理は飼育者が責任を持って行うこととしております。避難所にペットを連れてこられた飼育者は避難所窓口でペットの届け出をしていただき、他の避難者に迷惑がかからないように原則として居住外の指定場所で檻の中で飼うなど11項目の注意事項を記載した飼育ルールをお渡しするとともに、避難所に掲載し周知徹底を図ることにしております。なお、災害時要支援者が必要とされております盲導犬、介助犬、聴導犬などの補助犬につきましては、特例として避難所内の居住スペースでの飼育を認めております。こうした避難所でのペット対応は、先月実施いたしました地震災害総合訓練の中の避難所設営訓練において、避難所にペット飼育ルールを掲載し、参加者に周知徹底を図ったところです。以上、答弁といたします。9番、長尾啓司君、よろしいですか。